はい、どうも。あ、またやっちゃった。第17節。柏レイソル戦ですね。まあ、前半戦、ラスト試合か。では、いきますか。点が欲しいな。さあ、前半キックオフです。J リーグディビジョン1第17節、ヴィッセル神戸対柏レイソル、前半戦最後の試合です。ちゃんと解説を言ってくれましたね。ゴールもチャンスだね。いやー、ゴールが当たるか。取れる、取られる。やべ、サイド、これは大丈夫でしょう。ここはカットされる。立て使っていく。ここは一歩及びませんでした。レアンドロ・ドミンゲス、やっぱ5分試合だから、点数取っていくか。どうも立てポンばっか使って、超いい、超いい、マジか。うおお、マジか。ここやられた。あれはやられたな。ちょっとやばいよ、この点数取れない。今の状況でライン、ライン、取られてしまいます。ファールやね。ファールです。そっち使ってくるの珍しい。敵チーム、ボールを回す。なんどうやらオフサイドのようです。さあ、セカンドボール拾えねえ。抜けてくるのか、囲まれる、潰せ。なんで潰せねえんだ。ここへ、しかしサイドは比較的スペースができやすいですからね。これで縦で無理か。非常に効果的だと思いますね。ちょっとまずいな、急いで点取りたい。このボールは読んでいます。これは取られる。ダメか。大谷、レアンドロ・ドミンゲス、外、中で来たか。足元が読んでいる。落としてくれよ。ナイスやけど。じゃあボールの精度、かかっちゃった。中島抜く、ちょっと上がるか。おっと、そこれは危ねえ。一気に前線へ。サイド前半終了。これは厳しいな。せめて引き分けに持ち込んでもないと。強いな。柏、一
1点を先制して折り返します。さあ後半すでにキックオフしています。神戸としては中にはないと思う。じっくりと試合を進めてくれると思う。よく制御がない。こうやっといて中のボールが弱いな。リカルドロボエ、溺れている。これチャンスですね。うい、あぶねえ。もう今のは覚悟のスライディングしたけど、ちょっファールでしょ。よしよし、迎えて狙うか。距離ありますよね。ダメ。それにしても素晴らしいシュートでしたね。ちょちょちょ、攻撃の目をつんでいます。小川抜けてくる、ここは通りません。北島囲まれる。プレッシャー弱いよ。プレッシャーが中、これは完璧でしょう。よし、オッケー。吉田のナイスシュートやね。見事、久しぶりに点も取れた。これはいいでしょう、展開的には。プレッシャー、プレッシャー、中盤落とそうし、これは通りません。レアンドロ・ドミンゲス、しかしこれは上です。ロングフィード、よっしゃ、取れる。足元が読んで、これはかも適当すぎた。カット、いや、そこ落としてくる。来ない。もう少しね、ボールが良ければなんとかなったんやけど。ほう、残せるんかそれ。よし、ナイブ。いやー、引き分けか。ダメだな、これはまずい。次節はセレッソですね。ということはまた第一節で戦ったとチームから行くんかな、これは。はい、ではこの辺で。